9月14日の挑戦者、降下時間は10分で11.6進になる。ノーマリンナの国より地下の侍の防衛を警戒するよ。カードについて語る前に、計略を説明する必要がある。少し長くなるぞ。この号令は、6カウントのダメの後、武力プラス4。この時点で、士気4としては高い効率。さらに、この計略は、三国志のレアリクソンから、続く伝統感、知力依存が高めの 0.6 カウント。号令は、0.2 カウントが多いけど、侍の号令なら、舞台流派で 1.2 カウント効果時間を伸ばせる。ちなみに、ダメ取る間に、この計略をロックすれば、範囲確認ができるから、忘れずやっとくのが、おすすめやよ。しかし、ほい可愛いよりいちかも、1.5 コスの号令持ちとしては、優秀な7分のゴック兵で、開幕にも強く、他の計略を軸にしたデッキにも採用しやすい。黒単色なら、あらゆるデッキに組み込める1枚やと思う。まあ、見とれみんながどう思おうと、強いかどうかは、俺が決めることにするよ、侍特有の意見。しない。未熟であった。うわよ死ね。くそ、回線を立て直す。敵陣はどっちだ。死ね。貴様、切られる時が来たか。流派発動。身の肩行け。ダメどころの一つとして、攻防が終わった後のインターバル。ダメが6カウントあるから、復活や捕獲部隊の回復をさせる時間は十分あるよ。こんな感じで、長めの効果時間を生かして、じっくり守れるのも長所やね。
仮視点がごとき誘略を。命乞いはしない。流派発動。一の型。ウジャウジャ固まりやがってや。突撃。親父すまない。突撃。化け物め。敵陣はどっちだ。未熟であった。二度目はないぞ。体勢を立て直す。くそ、こんなバカに。ぶっ倒れるまで突っ込むぜ。きっちり最後までやりつつ、年末コードで王には復活しとくよ。ご視聴ありがとうございました。低コストでスペックも高いから何かのデッキに裏の手として採用できてAカードやと思うよ。